スティーブさん49歳男性、受験など努力を積み重ねてきた本試験直前になるとおじけづいてしまいます。良い気持ちの持ちようなどアドバイスをお願いいたします。そうですね、それでいいと思います。今のままでお伝えしたいのは、私のいい緊張は能力を2倍にするっていうね、本のコンセプトでもあるんだけど、緊張してる時ってノルアドレナリンが出るんだけど、適度にノルアドレナリンが出てる時に人間って最もパフォーマンスが高いんですよ。それっていうのはヤーキス・ドットソンの法則っていう何十年も前の有名な実験によって明らかにされてるんですけども、全く緊張しない状態とか全くビビらない状態っていうのはパフォーマンスが低いんですね。逆に言うと、俺って全然大丈夫だぜイエーイ、もう楽勝だぜイエーイってやってる人よりも、ちょっとなんか緊張するなぐらいの人の方がいい結果を出すってことです。分かりやすく言うと、だから別にビビって OK っていうことですよね。過剰にビビるとパフォーマンスが下がるので、そこはきちんと勉強して自信をつけるとか、あとはそうだ、試験前に緊張しやすい人に皆さんお伝えしてるんですけど、まさか睡眠時間6時間とか切ってませんよね。試験直前の皆さん、まさか睡眠時間6時間を削って勉強なんかしてませんよね。重要なのは睡眠時間を削ると交感神経が優位になります。つまり睡眠時間6時間の人はものすごく緊張しやすいです。実際緊張してると思うんだけど、緊張しいの人は睡眠を削ってる人がものすごく多いです。それは睡眠を削ると交感神経が優位になるから、緊張っていうものは交感神経優位ですから緊張しやすくなるのが当然なんですよね。だからまさか緊張しやすくて悩んでますとか、試験になったら緊張しますっていう人で睡眠6時間以下ってありえないですけどね、脳科学的にはね。でもそういう人多いんですね。常識にしてほしいですね。ちゃんと睡眠を取らないと間違いなく緊張しますよと。体の仕組みがそうなってるから、睡眠削ると実際交感神経が高くなるから血圧とかも高くなるんですよ。脈拍も高くなる、心臓バクバクするのは当然なんです。自分でその原因を作ってるんですよ、睡眠不足によってね。なので睡眠をちゃんと取ってくださいね。そういう試験普段取ってなくても、最低でも1週間前ぐらいからちゃんと睡眠をしっかりと取るようにしてください。睡眠不足の状態で試験本番臨んでも絶対パフォーマンス出ませんので、大切な試験ほどちゃんと7時間を寝てね、1週間前からはやると緊張もほぐれますし、試験で最強のパフォーマンスを発揮できますので、ぜひそういったことも覚えておいてください。おじけつかない方法としては、別におじけついてもいいじゃないの、それは。おじけづいてもいいんですよ、パフォーマンスが下がらなければね。だから睡眠をとったり、しっかりと体を整えてパフォーマンスを下げないようにしてほしい。おじけづくだけで過剰に緊張しないなら別にいいと思うので、別におじけづいてもいいと思うし、誰でもおじけづくんじゃないですか。大学受験とか重要な試験とかに、あるいは面接とか重要な場面に直面すればするほど、俺って大丈夫ですイエーイとはならないと思うんですよね。そのね、楽勝だぜイエーイってなります。だから別にあなただけじゃなくて、全員がおじけづいてんじゃないかと思いますけどね。いや、どうしようどうしよう、失敗したどうしようとか考えたりするのが普通だと思いますけども、受験生のほとんどがそうなので、それによってこうやって並べてみると、あなたが不利になってるってことは全くありませんから、気にしなくていいと思います。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。